どうもタブヤンです。ナムコ三国志中元の覇者、続きやっていきたいと思います。孫権でプレイしております。前回この霊陵に劉備が攻めてきました。そしてなんとね、慶道衛が関羽を討ち取るという波乱でスタートしました。そしてそれに乗じて曹操が国を取りましたね。そして幾林で住民反乱2回目起こりました。もうちょっとね、武将この城を捨てましょう。交易移動。あ、そうなの？必ず一人いないといけないんだ。うそー。この交易の兵力1000が欲しいだけだったんだけどな。そっか、じゃあもう無理だね。くー、じゃあここで徴兵するしかないのか。霊陵捨てるの早いよな。ちょっともったいないよね。誰か一人生かすか。悩ましいとこですね。でもさ、当初の予定通りやっぱり捨てるか。捨てましょう。あ、ちょっと待ってね、徴兵できるかな。あ、できるか。 OK、 じゃあ軽道へ頑張ろう。頑張れるところまで軽道へ頑張りましょう。いや、関羽を倒したんですからね、誰か一人道連れにはできるよね。OK、 この状態でいきましょう。もうあと2ヶ月、国づくりをねして人口を増やしたいと思います。いくぞ。劉将軍が攻めてきました。まあこれも想定内だね。交易、さすがに軽道衛では勝てるけど交易では無理だろうね。誰が攻めてきたか確認してみましょう。玄関あたりかな。猛角、はあ、中世度33。これね、勝手に裏切る場合もあるからね。老落の、あ、学官、おお、職の有能な武将ですね。これ猛角が裏切れば勝てる可能性あるけどね。あの計略知力が80以上だとね、落老、老落だったっけな、どっちかの敵をね裏切らせる計略が使えるんですけどね。まあ裏切りそうにないですね。そらそうか。一応ね、隊列を白用に変えておきましょう。まあ勝てる気はしないけどね。さあ来た。全軍待機でいいか。全軍待機。攻撃では勝てないでしょうね。武力48だからね。慶道衛関羽の戦いの時のようにはうまくいかないでしょう。さあ敵を十分引き寄せてから。もう角が裏切ってくれればね、よかったんだけど。いけ。さあいい勝負するか。どうだ、騎馬隊1体倒したよ。そして弓隊の攻撃、武力が高ければ高いほど、まあ、弓隊の数が増えるんでしょうね。歩兵が多すぎるもんね、この攻撃は。おお、騎馬隊やっつけた。
結構頑張ってる、まあ、行動力2倍ですからね。どうだこれ、大将、総大将動き始めたよ。猛角、猛角といえばね、諸葛亮と戦ったやつかな。あ、退却した。おおほほー、マジか。弓隊も前進しとけばよかったな。逃してしまうか。猛角打ち取りたかったぜ。結構勝てるもんだね。体力減らした。よし、計略いっちゃおうか。家計かな、家計。計略失敗。攻撃も頭悪いからね。知力39。攻撃自体も中性66だからね、危ないからね。まあそれぐらいかな。攻撃する？いや、もう全軍退却、待機で。証拠にもなく攻めてきたな。さあ猛角追い詰めたぞ。降伏しろ。降伏勧告とかないんだよね。三国志2だったらあったのかな、確かね。捕らえればこれ値千金ですよ、猛角。どうだ、降伏しろ猛角。あー戦ってきた。こう猛角も討ち死にか。どうだ、降伏しろ。おお、猛角捕らえました。これもういいんじゃないか。ちょっと待ってね、猛角捕らえたんで、あ、でも退却すると猛角、あれか、敵にまた渡るのかな。その辺の仕様がちょっと分かってないな。何回伝説するんだって。学官ね、体力95、絶対無理だな。でも最後まで戦いましょう。全軍待機。攻撃討ち死にしても城を守りきれ。さあ攻撃最後まで頑張れ。おっと、総大将も動き出したぞ。さあ全軍前進だ。一騎打ちまで持ち込めるか。囲まれた、弓隊に突撃だ。来たー、初一騎打ち。攻撃、わしの名は攻撃、いざ勝負じゃ。何をちょこざいな。学官ね、攻撃13のダメージかわして攻撃。おお、いいね。学科の牽制、牽制はやめて。攻撃、あーかわされた。あーもうダメだ、捨て身の攻撃かわされた。攻撃立派でしたぞ。君の名前は忘れない。猛角は、あ、攻め込んできた。そうそう、ケイドウエイのところ、オッケー。関羽も退けたケイドウエイ。さあ戦連発、今度はドイツだ。嘘、治癒兼備の猛将、曹操軍といえばこの人、張良。武力91、すげえ。配下に欲しいな。そして総大将は加工園とかか。あー悪雷天衣来たー。頭悪いけど武力97、中性99、悪雷が来ましたねー。
もっとね、なんか史実、他の文献ではね、悪来天意、不細工な顔になってるけど、ちょっと知的な感じになってるよね。さあ、どちらも勇猛な武将ですね。ここはちょっと長領を足止めすれば最高だね。天意と戦いたいね。挙兵の刑にしようか。あ、やっぱこっちにしようか。計略は1回だけ失敗。未だ計略成功せず。そりゃそうだよね、軽動兵だし。あー、こっちか。総大将と戦いたかったな。まあ無理か、今回は。今回は長領か。 OK。 さあ行こう。関羽をも倒した軽動兵のね、強さ見せてやる。あ、長領退却しました。かなり痛い目つけてやったぞ。さあ長領を囲んだぞ。おお、降伏した。長領を捕らえました。兵力しかも9000。これは可能性が出てきましたね。全軍待機で悪来天意をおびき寄せる。さあ、さすがに天意は騎馬隊4体、ここら辺で歩兵騎馬隊を前進させる。そして弓で撃ちまくる。軽動へ強い。おお、これ勝てるぞ。勝てるんじゃない？どう？ちょっと待機待機待機、全軍待機、敵が来るのを待とう。さあ、弓隊が近づいてきます。ああ、退却した。追い打ちに合わせた敵の兵脱走。もう全軍突撃だこら。さあ、悪来天意追い詰めた。おー、マジか。曹操の中枢長領と悪来天意捕まえました。いやー、命令書5枚に減りました。いやー、やってくれましたね、軽動兵。いやー、それだけね、そのこのゲーム守備の有利さっていうのが身に染みて分かりましたね。逆に、あ、中精度23、これは裏切られるかもしれないけど、ちょっと後方に移動させてね、1年ぐらいかけて中精あげようかな、2人ね。そうそうと。まあ、当初の作戦通り、このレイリオもそろそろ捨てましょうかね。ということで武将を移動させよう。3人とも移動しましょう。あ、そっか、またそのパターンか。誰か1人残しとかないといけない。じゃあ軽動兵残しよっか。軽動兵がもう、なんだろう、誰が攻めてきてももう勝てる気がしますね。うん、まあ運の良さもあるけど、全然戦えるよね、軽動兵で。さあ、今回の孫権軍、軽動兵が歴史を作るか。でも兵力がちょっと減ってしまったので、お金がなくなればもう終わりだね。兵力500。さあ、軽動兵、あと何ヶ月も頑張ってくれ。さあ、1年が経過して201年1月、新たな年を迎えました。一応ね、国力を、人口をね、半年かけて上げてきました。統治度がね、まあ60以上、あ、建安はちょっと55ですけど、60、軒並み60にはなりましたね。なんとかね、統治しないといけませんので、こんな感じで。霊領はもう死にかけてますけどね。
ケイドウヘイよく頑張ってくれてる。そして捕虜にしたね2人もここにいますよ。アクライテイン、それから長領ですね。長領は知力が高いからね、後方で内政もできるよね。孫権がね、孫権に内政さしてるんですけど、広州ね、これですからね、この能力ですから。長領を生かせましょう。長領に内政をさせに行きますね。そして201年のね、我が国の方針ですけど、そうですね、まあ1月にね、毎回方針を、述べてね、1年を過ごしたいと思います。まあやはりね、バランス的には霊領は捨てて、軽度 A にできるだけ粘ってもらって、ここですね、調査が我が国の西の端にしたいと考えております。なのでまあ今年も1年国づくりかな、それから1月あたりで1,2,3 月あたりで毎年情報集めして、新たなね在野武将が生まれてないか、あれかな、4月にした方がいいのかな、どうなんでしょうね。そっか、4月にした方がいいね。春に4、5、6月に情報集めしようかな。うん、そんな感じでいきたいと思います。いやー、今回の MVP は軽動 A ですかね。はい、ということで今回はここで区切りたいと思います。それでは次回201年地味な内政動画お楽しみに。それも中国を統一するための戦略ですね。それではまた、さよなら。